あ、これは面白いと思った。2024年シーズン序盤に日本ハム打線の核になったのはキャッチャーでありながら、天性の打撃センスが光るタミヤ岩です。タミヤは前年の2023年まで一軍出場はわずか13試合で注目される存在ではありませんでした。しかし2024年は正捕手に指名されると持ち味の打撃センスを遺憾なく発揮し、ハイアベレージをキープ。さらにユアビームという愛称もついた強肩も周囲を驚かせています。覚醒したタミヤについて新庄剛志監督は衝撃のコメントを残していました。天才キャッチャーの覚醒。2024年に頭角を現したタミヤですが、前年まではほとんど名の知られていない存在でした。2019年にドラフト6位で成田高校から入団したタミヤは、同年にドラフト指名された吉田輝星や万波中正と比べると注目されていません。それでも地道な筋力強化がようやく実を結び、左打者が主にバットを操作する右手をうまく使えるようになります。守備では送球が大きく改善し、球の軌道があまり垂れないように回転を意識しているとタミヤが語るスローイングは素早く正確になりました。そして驚きの強肩は自身の名前がついたユアビームと呼ばれるようになり、ファンの間で定着します。着実に実力をつけてきたタミヤですが、2022年に14試合に出場したのが自己最多と出場機会には恵まれていませんでした。しかし2024年は伏見トライから正捕手の座を奪い、開幕からスタメンに定着します。自信を深めた打撃も好調で、5月12日終了時点で打率3割3分3厘とハイアベレージをキープ。なんで打てるんですかね、なんでかわかんないっすと本人も首をかしげるように、秘訣はないものの確かな打撃技術があります。好調なチームの中心に座る彗星のごとく現れたタミヤにファンも歓喜の声を上げていました。マジでタミヤは首位打者取れる器、技術もメンタリティも頭脳も肩も顔の可愛さも一級品のハムファンの宝物です、といった反応が集まっています。タミヤはちょっとラッキーなヒットもあったりしたのでと謙遜しつつも、しっかりいい打席を1打席1打席送っている結果がいいかなと思いますと好調ぶりを振り返っています。好調の要因として球の見極めができていることが挙げられ、際どい球を巧みにバットでさばき、次の好球を待つ技術が強みです。さらに2ストライクに追い込まれると、少しでも長く球を見極めるべくバットの振り出しを遅くし、球の軌道に集中しています。タミヤは力んだらバットが絶対に出てこない、ただ来た球を打ち返す意識と語りました。すでに兼ね備えていた選球眼に、カウントによってバッティングスタイルを変える柔軟性をタミヤは持ち合わせています。そしてタミヤの代名詞となりつつあるユアビームは2024年も健在です。5月12日終了時点での盗塁阻止率はリーグトップの3割5分3厘を記録しており、守備面での貢献も絶大。周囲の予想も超えてくるほどの活躍に、タミヤの知名度も日に日に高まっています。そして新庄もタミヤを絶賛していました。新庄監督が絶賛するタミヤの才能。2023年のタミヤは一軍に一度も上がれないまま秋口を迎えましたが、そんな崖っぷちの状況から一気に正捕手候補に躍り出ました。9月22日にようやく一軍に初昇格すると、そこから10試合に出場します。また9月25日の楽天戦では田中将大からプロ初ホームランを放ったのです。新庄は1打席目2打席目は白いバットだったけど、俺がバットを握りに行ったら白いバットが重かったんですよ、だからちょっと悪いけど黒バットで打ってくれないって言ったらホームラン打ってくれましたとプロ初アーチの裏側を明かしました。タミヤはあの10試合が人生を分けてもいいアピールだったと振り返っています。非凡な打撃センスや強肩でもアピールし、新庄は彼はセンスがあると絶賛したのです。2023年は少ない出場試合数で2本塁打を放つパンチ力も見せ、さらに9月28日のロッテ戦では勝ち越し打を放つなどマルチ安打を記録。新庄は伝えたイメージをすぐに体現できるタミヤのセンスに驚いたようです。9月28日の試合後、新庄は
打撃練習中にポイントを前にしてヘッドの重さを感じながら打つようアドバイスしたら、その通りに打った、楽しみですよねとコメントしています。守備の評価も高く、9月24日の楽天戦では盗塁を3度も阻止しました。新庄は試合後、送球のコントロールもいいし、リードも面白い、素晴らしいキャッチャーになるんじゃないですかと高評価。さらにユアビームと呼ばれる強肩に新庄は、二塁への送球が低い軌道のまま落ちない、見たことがないような球を投げると驚嘆しています。2023年に正捕手を務めた伏見の盗塁阻止率は1割5分1厘と低かっただけに、タミヤの強肩ぶりが際立ちました。これによりタミヤは正捕手の伏見や、ついで出場機会の多かったマルチネスを一気に脅かす存在となります。そんなタミヤですが、実家に帰ると高校時代にキャッチャーをしていた祖父から打撃の助言を受けると言いますが、言われることは決まっているそうです。タミヤは、いつもバッティングは前で打てしか言われないんですよ、ボールが近すぎるからもっと前で打てとしか言われなくって、と明かしました。実はこのアドバイスはある新庄の言葉と重なっていたといいます。タミヤは、監督にもそれ言われてるんで、おじいちゃんの言葉は合っていたんだなって、高校時代からずっと言われていました、と振り返りました。小さい頃から特徴を知り尽くした祖父と同じように、新庄もまたタミヤ開花のポイントを見抜いていたのかもしれません。突如として現れたように思えるタミヤですが、実は新庄は就任1年目から注目していたのです。新庄が確信していた3年目の覚醒、2024年はプロ入り初の開幕1軍入りを果たし、待望の正捕手候補となったタミヤ。実は新庄は大事なシーズン初戦のマスクを託すことを2月中旬から決めていたといいます。キャンプの中盤からタミヤ君で行こうと決めていた、彼が僕の思うような活躍をしてくれて開幕スタメンをつかんだということですね、と構想を明かしました。さらに新庄は、俺1年目からタミヤ君に期待していた、ただ右肘に爆弾抱えていたから、まだまだちょっと時間がかかるのかなと思って、とコメント。右肘の不調は自慢の強肩にも影響を及ぼし、入団から数年は打撃の状態もなかなか上がりませんでした。それが2023年何かのマシンが導入されて一気に肘が良くなった、と新庄は明かしています。そして一軍にちょっと呼んでみようと新庄は考えたそうです。使ってみたらすごいボールを投げ出して、あ、これは面白いと思った、と新庄が振り返るように、タミヤは強肩を武器に少ないチャンスを逃しませんでした。ここからは経験、自分が掴むか掴まないか、と新庄は語っていましたが、タミヤはまずスタメンの座を掴み取ったのです。さらにキャッチャーとしてポジションを掴んだだけではなく、打線の中核を担うポイントゲッターとなったタミヤ、まずは守備を第一に、とタミヤが語っているように、守備面での安定感を兼ね備えることが最重要ミッションでしょう。その上で、打って走る捕手で全部やっている人はなかなかいないので、そういう捕手になっていきたいと思います、とタミヤは目を輝かせています。2023年は同期入団の万波や野村が飛躍を遂げたシーズンとなりました。そんな同期たちに追いつき追い越せと1年遅れてきたスター候補生であるタミヤにも、ついにスポットライトが当たり始めています。野球評論家野内俊博もタミヤの才能を称賛しており、特にリーグ屈指の強肩に仰天していました。野内は、二塁への送球ですごい球を投げていました。楽天戦で昨季盗塁王の小深田を余裕で刺しているのを見てびっくりしました、と証言しています。タミヤ君は盗塁を阻止する力だけでも味方の投手にとっては余計な神経を使わずに済むのでありがたいと思います、と投手陣への好影響を述べた野口。最後に、あとはリード面でいかに投手陣の信頼をつかむことができるか、と付け加えました。タミヤの魅力はそれだけではありません。ファウルを重ねて驚異的な粘りを見せる場面も見られ、2024年3月31日には球界の主砲ロッテ佐々木朗希相手に2打席ノーヒットながら計17球を投じさせ、チームの逆転勝利を呼び込んでいます。この時タミヤは、打ち取られるなら球数を投げさせようと思っていった結果、と佐々木のスタミナを消耗させる狙いもあったと明かしました。
小技チームの精神も持ち合わせるタミヤはチームにとって替えのきかない存在です。打ってよし、守ってよしの正捕手の座へチャンスをつかみかけているところで、つかみきれるかどうか、勝ち切るには打って数字を残していくしかないと山田勝彦をバッテリーコーチは語っています。このように新庄のみならず野球評論家やファンからも期待が高いタミヤですが、2023年まで通算31試合出場で13安打と経験が浅いため、本当の戦いはこれからです。新庄は相手はデータがないから弱点を探っている段階と指摘するように、対戦が増えれば相手チームの分析が進み厳しい攻めが待っているでしょう。キャッチャーとしても相手打線を研究するなど攻守両面で負担が増していますが、タミヤは大変だけど充実しているとコメント。これからは一軍の厳しさを味わう場面も出てくるはずですが、着実に成長の階段を上っています。新庄に認められ確実に結果を残しているタミヤがどのような選手になっていくのか楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。